こんにちは、ハルです。今回は if 関数をやっていきましょう。無数に存在する Excel の関数の中でもトップクラスに入るほど非常に重要な関数になりますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを交えて演習しています。実際の業務の中で役立つ Excel スキルを習得したいという方は、ぜひ高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。さて、今回ご紹介する if 関数は、もし何々だったらという意味を表す if という言葉が由来している通り、こちら側で指定した条件をもとにその結果に応じて表記の仕方や計算の仕方を変えられる条件分岐という概念が非常に重要になってきます。以前の動画で some if や count if なんかをやらせていただきましたが、条件に当てはまる値だけを数えたり合計したりする count if や some if と違って、条件に応じたその処理の仕方まで指定できるのがこの if 関数です。この if 関数に条件を与える際に必ず覚えておきたい要素が一つあります。それが比較演算子というアイテムです。画面右側に参考比較演算子とはという表をまとめさせていただいてます。おそらく皆さんも小学校や中学校で数値の等しさや大小を表す等号不等号を学ばれたかと思います。 Excel の関数にもこの要素を使って if 関数や様々な関数に関わる条件を指定することができます。例えば等号や不等号を使って D6 セルの値が500と等しいか等しくないかという指定もできますし、500を超えて大きいか、500を含めてそれ以上か、逆に500よりも小さいか、500を含めて500以下かと、このような使用例を使って指定していくことができます。等号不等号を用いた比較演算子の概念を覚えていただいた上で、早速 if 関数を使って演習していきましょう。今回のサンプルはいくつかの企業の架空の本決算発表から業種と売上高と純利益を抽出しています。例えば企業 A だったら、業種が製造業、売上高が約425億7400万、対前年で49億4400万の増収と、純利益65億1700万円、対前年8億4900万の増益ということになります。これらのサンプルデータを用いて if 関数を使って、こちらが指定した条件をもとに設定した表記で返していきましょう。配列には等号の記号を使って、業種が製造業であれば製という文字を返して、製造業以外の業種でしたらハイフンを返す if 関数を構築していきます。イコール if タブキーをして、まず設定するのは論理式 C 列に入っている業種が製造業かどうかというのを表す条件を比較演算子を使って組み立てていきます。C6 セルが製造の場合、関数に文字列を組み込む場合は必ずダブルクォーテーションマークで囲みます。カンマで区切ったら、値が真の場合とアナウンスがあるのは、もし製造であれば正という文字を返す、ダブルクォーテーションマークで囲った中に正と返すように指定をします。さらにカンマの後に指定するのは製造業以外の表記の仕方です。今回はダブルクォーテーションマークでハイフンを囲ってエンターです。企業 A は製造業なので正という文字列が返されました。すべての企業に反映していきましょう。企業 B は小売業なのでハイフンで返されました。企業 C も金融業でハイフンが返されています。正という文字列が返されたのは企業 D と企業 G と企業 I という結果になりました。今回は関数に直接入力して製造という指定をしましたが、これを欄外に記載している別のセルから参照することもできます。 I16 セルを指定して、これを絶対参照にしておくと、他の数式に反映する際により効率的にコピーしていくことができます。 Enter を押しましょう。すべての範囲に反映していきます。先ほどと同じ結果を返すことができました。それぞれの数式の参照元は I16 セルになっています。if 関数の仕組みと基本構成をご理解いただいた上で、今度は一定金額以上の売上高があった企業に特定の文字列を返すような if 関数を J 列に入力していきましょう。ここでは売上高500億円以上の企業を S ランクと返すような指定をしていきます。イコール if タブキーをして、条件として指定するのは売上高なので、 D6 セルが500億も含みますので、比較演算子としてはこのような表記になります。100万単位のサンプルデータに対して500億を指定する場合は5万という数字になります。ただし先ほど業種のところで指定したように、欄外 J16 セルに入力されている値を参照していきましょう。この後の数式コピーを考慮して絶対参照にしておきます。500億円以上の場合は S ランクを返します。このような指定ですね。しっかりとダブルクォーテーションマークで囲って、500億に満たない場合は何も表記しないという指定をしていきます。何も表記しない場合はダブルクォーテーションマークで何も囲まないというような指定をして Enter です。企業 A は売上高425億7400万円なので、500億に満たないということで何も表記されていません。こちらを全ての企業に反映していきましょう。売上高500億円を超える企業 B と企業 E と企業 G が S ランクと返されました。関数に直接入力せずに欄外の基準値を参照すると、例えば400億円以上を S ランクと定めようとした時に J16 セルの値を変更するだけで
自動的にハードルが下がって S ランクと返される企業名が増えていきます。実際の業務の中では特定の条件を指定する際に欄外に参照元のセルを用意して、その基準値が変わった場合でもその参照元の数値を変えるだけで自動計算をされるような関数を組むことが非常に多いです。このようなやり方をぜひマスターしておきましょう。続いて系列には純利益が対前年同期比で増益しているか減益しているか、これを求めていきましょう。イコール if 関数を入力して、指定する条件としては G6 セルの値が減益していたら下向き矢印、増益していたら上向き矢印を表記していこうと思います。どのように指定していくかというと、減益ということは負の値マイナスなので0よりも小さい値になります。逆に増益の場合は正の値0よりも大きい値になります。なので G6 セルの値が0よりも小さい場合は下向き矢印、そうでない場合上向き矢印を返すような数式を組んでいきましょう。これでエンターです。企業 A の純利益は対前年同期比でプラスに転じていますので上向き矢印が返されました。すべての企業に数式を反映していきましょう。企業 B は増益、企業 C は減益、それ以降も純利益の対前年増減に合わせて求めたい結果を返すことができました。今回はプラスかマイナスの指定をしたので0を基準値としましたが、この基準値が変わることももちろん往々にしてあります。そのため計16セルを指定して絶対参照にしておくと、今後もし条件の基準値が変わった場合も素早く対応することができます。このような形ですね。先ほどまで上向き印だった企業 E や企業 G が下向き矢印に変わりました。ここまでは if 関数の中に一つの条件を指定してそれに当てはまる場合と当てはまらない場合で表記の仕方を変えてきましたが、この if 関数の中にさらに if 関数を組み込むことによって複数の条件と複数の処理の仕方を指定することができます。そのやり方を最後に総合評価として求めていきましょう。どのようなことをやっていくかというと、 E 列と G 列に入力されている対前年同期比の増減収幅と増減益幅から、増収増益の企業は丸、減収だけど増益の場合は三角、純利益が減益の場合はたとえ増収であっても×と表記する複数の条件と複数の処理の仕方を設定していきたいと思います。早速入力しながらご説明していきましょう。イコール if、複数の条件を指定する場合にまず意識すべきは、他の条件がどのように変動したとしても必ずその結果しか求められないものを最初に指定していきます。何を言ってるかというと、例えば増収の場合でも減益であれば×になってしまいますし、増収かつ増益であれば丸となります。反対に増益であっても減収であれば三角になってしまいますし、増益かつ増収であれば丸になります。一方で減益であれば売上高が増収でも減益でも必ず×になりますので、減益であれば×という指定を一番最初に論理式に組み込んでいくんですね。早速入力していきましょう。 G6 セルの値が0よりも小さい場合、減益の場合は問答無用で×を表記していきます。このような形ですね。そしてここでカンマで区切ります。この後にさらに条件分岐があるんですね。なのでここで if 関数を挿入していきます。G6 セルが0以下で×、これで減益のパターンは全て処理がされています。純利益としては増益のパターンだけが選択肢として残ってるんですね。後の判断要素は売上高が増収しているか減収しているかです。売上高が減収してしまっている場合は三角、そうでない場合は丸。入力の仕方は E6 セル、これが減収してしまっている場合は三角を返します、そうでない場合は丸を返すと、このような数式となります。一番最初の if 関数の括弧を閉じてエンターを押しましょう。企業 A は増収増益なので丸という文字列が返されました。すべての企業に数式を反映していきましょう。企業 B は増益ではありますけれども減収なので三角、企業 C と企業 D は売上高の増減収に関わらず減益してしまっているので×、それ以降も企業ごとの業績に沿って丸三角×のいずれかの文字列を返すことができました。以上のように if 関数は特定の条件を指定してそれに当てはまる場合と当てはまらなかった場合で処理の仕方を設定することができます。また if 関数の中にさらに if 関数を織り込むことで複数の条件と複数の処理の仕方を指定することができます。そしてこの if 関数を構築するのに非常に重要なアイテムが比較演算子という要素です。今回ご紹介した if 関数の基本構成と仕組みをご理解いただいた上で、次の講座では実際の業務で役立つさらにステップアップした内容をご紹介していきたいと思います。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的な使用例を交えて演習していきます。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。